バリアーグはソビエト連邦で設計された航空母艦である。ソビエト連邦海軍では重航空巡洋艦に分類され、1143.5設計重航空巡洋艦の事実上の2番艦である1143.6設計重航空巡洋艦を構成する唯一の艦であった。ソビエト連邦の崩壊後、ロシア海軍が保有権を放棄し、 ウクライナ海軍に編入されたが完成せず、廃艦となった。未完成の艦隊は中華人民共和国へ売却され、両名となった。飛港時の予定艦名はリガであったが、1990年6月19日、付けでロシア語でバイキングを意味するバリアークに改名された。この名を持つ艦は、ロシア海軍、ソ連海軍を通じて三代目で、初代は、 日露戦争で自陳した一等巡洋艦、バリアーグである。二大目は太平洋艦隊に所属していた金田型ミサイル巡洋艦で1990年4月に除籍された。また、本艦がウクライナの管轄となった後の1996年2月、太平洋艦隊のスラバ級ミサイル巡洋艦、チェルボナウクライナがバリアーグに改名された。 ソ連海軍は、1143.5及び1143.6設計重航空巡洋艦の2隻に加え、原子力艦の1143.7設計重航空巡洋艦を4隻建造する計画を持っていた。また、先に建造された1143設計重航空巡洋艦及びその巡動計艦4隻も近代化改装を受け、艦載機を 新型の約 -141V ール戦闘機に更新してソ連空母機動部隊を補完する戦力となることが期待されていた。この計画を背景にバリアグは1143.5設計を踏襲する1143.6設計の官として1985年12月6日にウクライナソビエト社会主義共和国ムイコラー,アーユーの国会造船工場で寄港され、 1988年11月25日に浸水した太平洋艦隊への配属が予定されていた。ソ連が崩壊した1991年12月、すでに中央政府からの建造資金供給は停止していたが、それでも建造元の国会造船工場はバリアーグ及びウリアノフスクの建造工事を自腹で細々と続行した。だが、 それも長くは続かず、翌1992年3月に、両艦とも工事は中止された。後に、本艦の売却を一択された、ノルウェーの船舶ブローカー、リーベックによると、この時点でのバリアーグの完成度は、船体が100%、機関が80%、その他の部分が20%であった。申請ロシア海軍は、あと7億5000万ドルあれば、バリアーグは、 竣工にこぎつけられるという見積もりを算出したが、極度の財政難にあえぐロシア連邦政府には、それだけの資金を出すことはできなかった。しかも、本館を建造していた国会造船工場自体が、独立したウクライナに接収されてしまい、本館の所有権自体がロシアとウクライナで争われることになったのである。その数ヶ月後、ロシア、ウクライナの両政府は、共同で、 ノルウェーの船舶ブローカー、リーベックを通じて海外に売却することで一旦は妥結した。リーベックは、同艦は船体及び機関がほぼ完成し、兵装や電子機器は未搭載なので、これらの機器類は購入した国が自由に選べることのメリットを強調して売り込みを図り、インド、中国、アルゼンチン、ブラジル等の新興国と接触を図った。 この時の売却価格は搭載機込みで約40億ドルと見込まれていたが、この金額は当時売り込み先と目された国々の1年分の軍事費の半分以上に当たるものであり、結局高すぎて、どの国も買えないまま宙に浮いた形となった。一方、まだ船体も完成していなかった、ウリアノフスクは早々に解体された。海外売却の話も消え、 ロシア海軍に収益する見込みもない、バリアーグは、ムイコラーイウの岸壁に係留されたまま放置され、他の艦に移設可能な装備を撤去される、ありさまであった。1993年、ロシアは、バリアーグの所有権を諦め、同艦は、ウクライナの管轄となった。1997年、ジェーン防衛手法は、バリアーグ解体工事開始と報じたが、 実際には艦そのものの解体ではなく、搭載済みの各種機器の撤去工事であった。船体だけは、レジャー施設への改造のために売却される予定であった。ため、それ以外の艦内の余分な機器はすべて撤去される、はずであったが、造船所関係者によると、手機そのものは撤去されず、電気系統やパイプなどを切断して、使用不能にしただけであったという。その後、 ウクライナは本館をスクラップとして2000万ドルで売却する意向を示し、マカオの中国系民間会社である創立集団女優娯楽講師が1998年に購入した。中国本国で会場カジノとして使用する予定とされていたが、この会社の社長で香港の実業家のジョマスヒラは中国軍の退役軍人だった。ボスポラス海峡。 ダーダネルス海峡を動力装置のない大型艦が栄光されて通過するのは危険であること。すでに見かけが航空母艦であり、空母の海峡通過を禁じたモントルー条約に抵触することから、トルコ政府は海峡通過に難色を示したが、中国側がトルコへの観光客増加を約束するという政治的折衝で妥協し、2001年、ようやく中国本国に開港された。 2002年3月3日には大連港に入港し、西区4号不当に係留された。2012年10月12日に両名として大連港を出港した。船体や手機などの主要部分は基本的に1143.5設計と同じで、あるが、いくつかの改正が行われたことから、改め崩熱ネ普及とでも言うべき感になるはずだった。船体の魚雷防御用装甲は、 多層式から単層式に変更された。主機関は蒸気タービン4機4軸で8機の KVG-2、ボイラーと共に前後にシフト配置されておりダメージコントロールに配慮されていた。電子機器は新型のレーダー複合、フォールムまたはフォールム -2M に変更された。この複合には三次元レーダーの MR-650、ポドベリョゾビクと二機の フレガートマット、または MR-750、フレガート MA が含まれている。この変更に伴い、アイランドの形状も変更して、クズネツォフより若干コンパクト化されている。だが、このレーダー複合は、運用効率が低く、他のレーダーとの干渉が解決しなかった。この他、艦首にバウソナーを装備する。モントルー条約で、 オスポラスダーダネルス海峡の通行が禁じられた航空母艦を航空巡洋艦として航行可能にするためにバリアーグにも P-700 巡航ミサイルの発射区画が設置されていた。しかし、ミサイルを含めたシステム全体が大型かつ複雑で特にミサイル区画を艦板全部に設置したことで艦載機格納庫の容積が制限され艦載機の搭載機数は制限を受けた。 このほか、防御武装として、艦艦四隅の張り出し部に、SK95 の発射区画が用意されたほか、艦隊後部左右に、AK-630CIWS6 機、CASN-1CIWS8 機、部 -12000 対戦ロケット発射機2機の搭載区画が用意されていた。ありがとうございます。